1、えー、一つねちょっと言い忘れてたことがありましたので、えー、追加しておきたいと思います、えー、横浜市営地下鉄ブルーラインの県ですねここよく見てくださいここね横浜市泉区とありますねこれどっかで見ましたよねこの前ね私動画で言っておきましたね これについててね言ってました、えー、6, 月3日6月3日の動画ですね、ここでね、川崎殺傷事件のこの登戸駅ですね、これ、ね、小田急線、ここにね、泉多摩川とありますね。ということでね、えー、泉が絡んでるわけです、ね。これもまだ絡むかもしれませんね、向こうが丘遊園ね。 えー、上りの方で絡んだんでしょうかね泉玉川っていうのがね小田急線の、えー、上戸駅の次の行き先でしたねということでこれがね、えー、どれか絡むんじゃないかっていうふうにね、えー、以前言っておりましたこの中之島はね、えー、中野正樹っていうのがね、えー、絡みましたすでにねあとこの宿河原ですねこれもまだ絡むかもしれませんね 登戸っていうのはねこの前、えー、川崎殺傷があった事件ね川崎殺傷事件、えー、これの、ね、舞台になった場所です。ね、ということでね、えー、相変わらずキーワード遊びをやってますね,ねこういうふうに連鎖していくわけです。ね、ということで。 終わりほんと思います本当ねバカバカしいですねバカバカしいことをやってます横浜市泉区さあ次はね連想ゲームどこが出てくるんでしょうまたね何かにこじつけてねえー、変な事件を起こすんじゃないかと思ってますねということで終わりたいと思います青い雄とブルーライン それでは。